皆様どうも、こんにちは。本日からですね、とあるイベントが始まりまして、2018年7月16日、正午よりですね、こういった、Amazon プライムデーというものが始まりました。こちらのイベントはですね、対象商品が、お買い得に買えますよということです。そのうちですね、欲しいものがあれば買うという感じですかね。あんまりですね、これちょっと欲しいなぐらいで買うと、後々大変なことになると思いますんで、そこら辺はね、節制しながらということになると思うんですけれども、ちょっとですね、何かあれば、買ってみようかなというところです。ちなみにですね、一つほど条件がありまして、プライム会員でなくてはならないんですけど、僕は一応ですね、今年でもうやめようかなと思ってたんですけど、そこら辺の手続きがうまくいかなくって、もう一回、もう一年ほどですね、延長になってしまったので、せっかくなら、何かないかなというところです。それではですね、早速見ていこうかなという感じです。今日久々にですね、こちらの、映像キャプチャーデバイスをつけてます。はい。それではですね、ちょっと見ていきましょうか。で、個人的にですね、欲しいっていうのは、例えばですね、こういった GoPro 関係のものとか、あるいはですね、カメラ用品の関係ですね。こういったね、マウントアダプターとか僕結構使いますんで、こういったものがちょっと安くなってると嬉しいかなと。カメラ本体はね、この Amazon で買うよりも、中古屋とか、あるいはですね、オークションの方がお買い得だと思いますんで、そちらはいいかなというところです。で、あとはですね、もちろんカメラ用品ですね、こういった、弁路のこちら、自由雲台ですけれども、こういったものがですね、ちょっとお買い得になってれば嬉しいとこですね。で、他にはですね、また天文関係なんですけれども、こういったね、赤道儀というものを今手に持ってるんですけれども、これもね、若干安くなってるものがあったはずです。そこら辺をですね、今から見ていきましょうというとこですね。で、まずはですね、このプライムデー、セール会場へっていうところですか。ここをですね、ちょっと見てみます。で、特に、自分が欲しい分野はですね、PC アクセサリーとかね、サプライ、ここら辺もちょっとは気になるんですけれども、とりあえずはですね、カメラですかね。これを見てみます。それでですね、今、とりあえずカメラ用品のね、関係で開いてみたんですけれども、ちょっとコードが邪魔だな。コード向こうにあって、それで見てみるとですね、安いものから高いものまで、いろいろとですね、混在してる感じになってますね。ただですね、こういったね、安い、アクションカムとか、あるいは双眼鏡とかあるんですけれども、ここら辺あんまり安いからといってね、買うと後で大変なことになるかと思います。ちょっと相当変えましょうか。関連の高い順じゃなくて、価格の高い順にしてみるかな。それでちょっと見てみます。そうすると、例えばですね、レンズなんていうのも出てきますね。トキナーの2470とか、あるいはカーボン三脚なんていうのもありますし、なんとですね、電動のスリック雲台なんていうのも出てきてます。ここら辺が結構お得なんじゃないかな。ただレンズは2470が特に欲しいっていう感じではないんで、ここら辺結構良さそうな気がしますね。シルイっていうメーカーあんまり聞かないんですけど、確かですね、この弁路のね、自由雲台今持ってますけれども、こういったメーカーに近かった気がします。あんまりですね、なんていうのかな、世界中にね、名前が通ってるメーカーではないんですけれども、それでもね、ものはまあまあという、そういったものだった気がします。で、結構ね、このカーボン三脚なんていうのは、もともと5万円とかするようなものが、なんと3万1000まで値段下がってますんで、50%近くオフになってるのかなっていうことで、なかなかお得みたいですね。結構ね、数も出てまして、先ほど見ると、もうすでにですね、83%カートに追加済みということです。終了まであと3時間ということなんで、欲しい方はお早めにというとこですかね。で、他にはですね、これあんまり数は出てないみたいなんですけど、スリックの電動雲台とかありますね。これも安くなってるんだ。ただこれな、正直自由雲台いらないから、雲台だけでね、ちょっと安くしてほしいですね。タイムラプス撮影とか、あるいはですね、赤道儀。こちらのポラリエにですね、
どうかな、近くはないか。これよりも、どちらかというとですね、タイムラプス寄りのね、製品になっているかなと思います。このポラリエはですね、タイムラプスアダプターっていうのがね、ここに返さなきゃいけなくて、まあ、どちらかというとですね、赤道寄りのね、製品になるんですけれども、それのどちらかというと、より本当ね、タイムラプスに適したものになります。ちなみに赤道儀としても使えます。ただね、セット品じゃなくてもいいかなっていうのは、自由運台ってね、どの道こういったアルカクランプがあるようなもの、あるいはもうちょっと大きいものじゃないとですね、使いづらいっていうところがあるんですよ。まあなんで、できればね、この単体の方が個人的には、まああると良かったかなとは思いますけど、今のところですね、まだ出てないみたいです。ちなみにこのね、電動運台自体は、まあ一応使えるということでしたんで、欲しい方はですね、もしかしたらお得かもしれません。他にはどうだろう。GoPro 関係とかも一応出てるのかな。Hero 5なんてのが出てますね。あ、やっぱね、このプライムデーってこういったセット品が多いんですよね。いまいちよくわからないセット品とかいうのもありますんで。どうかな、水中ハウジングハンドラー3点セット。もともと4万円のところが、まあ3万円というところでちょっとは安くなってるんですけど、ただ個人的にはですね、今のところ一応ヒーロー3プラスでは、満足してるかなというところはあります。ただね、こちらの問題があるとすれば、画質はそんなにないんですけれども、こういったね、変換アダプターとかあるんですけれども、これね、前 Amazon で注文したらね、届かなかったんですよ。もうですね、物がだいぶ古くなってますんで、もう生産やめちゃったとか、そういったものがいろいろありまして、乗り換えもね、検討した方がいいのかなというところはあります。まあ、なんで、例えばね、こういった、アダプターとか、そういう関係がセットになってたら、買おうかなと思ってたんですけれども、どうもですね、今のところそういったものは出てないみたいです。このプライムデーってね、後から商品とか追加されるのかな。今のところですね、こうやって見てみると、終了まであと6時間とか、そういうものがありますんで、これが終わるともしかしたら新たに追加されるのかもしれません。まあ、先ほども言いましたけれども、ちょっと欲しいかなぐらいで買うとね、後々大変なことになると思いますので、そういう時はね、まあ、我慢した方がいいと思います。まあ、お金がね、たくさんあって有り余るんなら、いろいろ買われてもいいかもしれませんけれども、まあ、ペース配分は考えながら、買った方がね、いいかなとは思います。他にはね、自分が欲しいと思ってるのは、ここら辺の外部モニターとか良さそうだな。フィールワールド F570 ということで、5.7 インチの外部モニターということですね。いや、ここら辺はね、ちょっと実際欲しいなと思ってるところで、例えばね、こういうカメラです。こちら、富士フィルムの XE1 というカメラなんですけど、液晶がですね、まあ、動かないんですよ。で、自分の方にこう液晶を向けることができないんで、こういう場合ってね、外部モニターが欲しくなったりするんですよね。まあ、今のところ、一応ですね、この、ソニーの NX5R っていうのがあって、これはこういう風にですね、向けることができるんですけれども、例えばね、今欲しいと思ってるカメラの中に、富士フィルムの XT2 なんていうカメラがあります。で、そちらの方で、動画とかね、天体写真とか、まあ、いろいろ任せたいっていうのがあって、その時にですね、こういった外部モニターがあるといいかなという風にね、個人的に今思ってるんですよ。で、ちょうど探してたんで、これなんかね、今プライムデーということで、お得なんで、ちょっと買ってみたいかなというのはあります。ちなみに何パーセントぐらい出てるんだろう。すでに結構出てたような気がするんですけれども、38% 出ていて、終了まで、あと5時間切れているというところなんで、まあ、早いうちにちょっと決断は必要かなというところです。いや、これはね、個人的に一番気になってる、まあ、もしかしたら買うかなというところですね。ちなみにこのモニターの両脇がですね、右側はサイトロンのニューナノトラッカーですし、左側はですね、アスコットですね、ビクセンの双眼鏡がちょっと安くなってます。このナノトラッカーとね、このコンパスアングルプレートなんていうのは比較的お得なんじゃないかなと、お得なセットかなと思います。これなんか使うとですね、曲軸のがすごくね、出しやすくなりますんで、これはいいセットかなというところです。で、あとはね、ビクセンの、アスコット双眼鏡なんですけれども、5×70 かな、これ確か。これぐらいがですね、まあ一番使いやすいかなというところです。
で、しかもですね、ビノホルダーがセットになってますんで、これがあるとですね、三脚、こういったね、三脚に乗せて、使うことができますので、なかなかね、本当にこのセットも良さそうかなというところです。この夏ですね、まあ、キャンプとか、あるいはそういったところでね、星空観察される方なんていうのは、まあ、ぜひね、検討してみてはいかがでしょうかというところですね。まあ、これぐらいのスペックだと、初心者からベテランまで、使いやすいと思いますんで、まあベテランだともうちょっと大型のが欲しくなるかな。でもまあまあ使いやすいと思いますんで、割といいかなと思います。これはちょっとお得なセットかな、ここら辺は。17,000台ぐらいのところにですね、まあ、ちょうどなんていうのかな、良さそうな製品がいくつかあるかなと思ってるところです。他にはなんかないかな。ちょっとピンポイントでね、赤道儀って言って調べてみますか。赤道儀と。で、まあ、先ほどのですね、電動自由運転とか、ポーラーメーターもちょっと安くなってんのか、361円割引ということで、まあ、若干安くなってますね。まあ、こういったですね、ポラリエに、ここにですね、まあ、クイックシュー、ホットシューではないですね。クイックシューがあるんですけれども、これに装着して使うようなものになってます。方位出しにね、使える装置ですね。まあ、僕は持ってますんで、もう買わなくていいですけれども、まあ、こういったね、赤道儀関係のパーツもちょっと安くなってます。あるいはですね、この EQM127 って何だろう。反射赤道儀か。反射式の望遠鏡と、まあ、小型の赤道儀というか、がついているというものですね。ただ、こういうのってね、結構足が貧弱だったり、反射赤道儀自体ですね、ちょっと初心者の方には、使いづらいというものがあると思いますんで、実はですね、これ安いからといって、あんまりですね、初心者向きではないです。どちらかというと、ベテランの方がですね、もうその特性を分かって、あるいはですね、いろいろとですね、欠点というものがありますんで、まあ、そこら辺を改造しつつ、そう改造とかを楽しむ方向けかなというところですね。まあ、赤道儀関係もちょっとこうそんな感じで安くなってるみたいですね。あ、書籍もちょっと安くなってますね。ポータブル赤道儀で、星空写真を撮ろうとか、こういうところもね、若干安くなってるみたいです。確か2300円ぐらいしたかな。うん、こういうのもね、いいかなと思います。まあ、本もね、ちょっと狙い目なのかな、そういう意味では。残念ながら、ただし、ポラリエとか、スカイメモ S とかね、そういうあたりは、安価にはなってないかなというところです。まあ、あと自分が他に欲しいって言ったらですね、何があるかな？自由運転とかどうかな？もう買ってしまったんで、今更な感じはあるんですけど、自由運転、あ、違う。運転。あれ？自由運転と。8じゃないね。で、これで調べてみると、どうだろうかな。なんかいろいろね、面白そうな製品ありますけれども、何せですね、もうこちらのね、運台買っちゃったんでね、なんかこれ見ると、なんか悔しくなりそうだからやめとこ。もうこれ以上検索するのはね、やめときます。まあまあ、お得な製品ありますんで、もし欲しい方はね、今のうちにこういったアクセサリー関係っていうのはね、買っておいた方がいいかなと思います。他はとりあえず個人的にはいいかな。マウントアダプターとかってどうなんだろう。アダプターと。いろいろとですね、アダプターとかも出てるんですけれども、この前ね、こちらのね、アダプター買ってみたんですけれども、ちなみに何て読むか、いまいちよく未だに分かってないんですけれども、このアダプターね、なんか無限がちょっとおかしいんですよ。なんかフランジバックか何かがおかしいのかわからないんですけど、この前サムヤンの 10mmF2.8 で撮影したらですね、ちょっと無限が出なかったんですよね。なんでもうちょっとマシなアダプターがないかなというところなんですけれども、どうなんだろうかな。アダプター関係はそんな安くなってないのかな。まあ、こういうところがね、プライムデーどうしてもあるんですよね。自分が本当に欲しいものは、安くなってないということもありますんで、まあ、その時はね、諦めるしかないです。まあ、先ほどね、こちらのね、ちょっとフランジバック合ってないんじゃないかって言いましたけれども、まあ、暗くてよく見えなかったんで、もしかするとね、取り付け方に問題とかあったのかもしれませんので、またね、そこら辺はもうちょっと後で検討したいかなというところです。
こんな感じでね、プライムで、まあ、いろいろとね、見てきましたけれども、一応ね、個人的に欲しいものは見つかったかなというところですね。先ほどちょっと、お見せしましたけれども、価格の高い順でそうとして、こちらのね、フィールワールドの5.7インチモニター、これなんかね、ちょっと良さそうかなというところで、まあ、これからですね、あとまあ、早いうちに決断はしなきゃいけないんですけれども、まあ、ちょっとね、いろいろとこう計算して、それで買えるものかどうかというところを見て、まあ、実際ね、欲しくなったらポチッという感じですね。ただ4時間ちょっとだからね、早くしないといけないね。この双眼鏡とかもね、余裕があれば欲しいんですけれども、ただそこまではちょっとないかな。ちょっとお金がないし、まあ、いまいちですね、どう使っていくか、まあ、具体的なビジョンが見えないものについては、控えておこうかなというところです。あ、そうだそう、そういや忘れてたけどさ、ペルセ軍がもう来月ぐらいになるのか。だからね、それに向けて、リコーシータあたり安くなってないかな。シータと。こういうの、あ、プライムデーセールやってる。360度、全天球カメラ。シータ S がですね、6000円オフか。どうだろう、ここら辺とかも。若干お得になってますけれども、シータ S ってどうだったっけ？何世代ぐらいだったっけ？こういうのもですね、ちょっとお得にはなってますね。ただカメラだったらな、やっぱり中古品買った方がいいかな。まあ、ショップとか、あるいはオークションとかでですね、まあ、2万円切れることがあると思いますんで、プライムで買うよりはそちらの方がいいかもしれません。まあ、ただね、ちょっと安くなってるんで、ここら辺もね、個人的にはね、気になっているところかなというところです。まあ、先ほどのね、モニターと両方買っちゃうと、ちょっとね、首が回らなくなってしまうので、そこら辺もね、まあ、動画を撮り終わった後にですね、ちょっとまあ、慎重に検討してみたいかなというところです。はい。それではですね、まあ、プライムで、個人的にはこんな感じで、今見てますよというところです。まだまだですね、いろいろ今後出てくるかもしれませんので、見ながらね、様子を見ながら買っていこうかなというところです。それではですね、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。